こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望の1周年リミットブレイクガチャ、ユフィのバハムトカッターがやってきた。バハムトカッターは当然狙うが、天井まで回してアルティメット武器もゲットするぜ。はい、ということでね、まあユフィとアルティメット武器出るまで回すっていうガチャになってるんで、よろしくお願いします。一応っていうかちょっと前にアップしたあの全武器貫突勢の K さんとガチャを回してみた動画、あれが意外と好評で、いろんなところで各所好評で、まあ、よかったなと思うんですけど、まだね、あの見てないという方はぜひ見てほしいなと思う。クラウドの時にやってるんで、本当にゼロから出るまでぶん回してるんで見てほしい。あと貫突勢の生き方というか、どういう気持ちでプレイしてるのかとかっていうのが分かると思うんで、なるほどねと、貫突してる人はこういう境地なんだっていうのがよく分かるかなと思う。はい、あの時マジでガチであの K さんはあの iTunes カードの束持ってきてたからね、使わなかったけど、結局ある分で終わったからよかったけど、そうすごかったよ、あの束も見せればよかったな、ガチですごかったです。はい、ということでですね、まあ私もガチャやっていこう。でまずウィッシュリストの確認ですが、私今回これセフィロスのブルーブランブル、これ前回も入れとけばよかったなと思ったんだけど、まさか今月も土属性弱点のね、あのバトルランキング来ると思わなかったから油断してました。これ入れときます。であとナイトジャーね、これは先日のバトルタワー100回で結構活躍しましたが、まあこれも鍛えておいて損ないだろうということで。であと突撃ラッパなんですけど、まあこれはアビ目的というよりライズアビ目的だね。ブックアップとアビ力アップ使うかもなというところで、はい。であとはバレットのシャークプランジャーだね。これも相変わらずまだ貫突できてないので、これも貫突目指していきます。であとはユフィのしましまモーグリング、まあこれ全体攻撃で使うタイミングもありそうだなということで入れてます。以上で、スタンプシートはクラウドと一緒だね。今回アニバーサリーということで若干優しくなってるんで、貫突目指す方とか6突まではすごく簡単だね。少なくとも2ページ目ぐらいまで埋めちゃえばもう6突までいけちゃうので、はい。ということで、果たして今回ライムはどれぐらいでユフィの武器、前回のクラウドの貫突するまで動画、僕もまあ K さんとはまた別で出しましたけど、170連だったかな僕が。なんで一応だから天井まで行くのに奇跡があと130個かな。そうだね、天井まであと130連すれば天井まで行けるから、はい。だからその130連で貫突できれば最強だしってところですかね。行きましょう、10連目。めちゃくちゃ運が良ければ130連でバハムトカッターも天井じゃねえや、貫突いけるんだよね。マジで運次第、本当に。さあどうだろう。あとですね、そう K さんのガチャ動画好評だったんですけど、その後にですね、実は門吉さんとも撮ったんですよ、ガチャ動画を撮ったんだけど、ちょっと間に合わなくて、もろもろで全然編集が間に合わなくてアップできません。でもちろんその内容を門吉さんにも見てもらってからね、お互いが納得できる形でいつもアップしてるんで、ちょっと今門吉さんが旅行中なので、来週以降になっちゃうね、遅くなっちゃいますが、まあ期待してる。あ、おお、おお、なんか出たー、なんか今音違かった、バリンっつった。今僕が喋ってて聞こえなかったかな。あとなんか変な音してる、ほら今なんか音してるよね、これほーんって。あ、すげえ、音がする、音も違うんだ。
なんかフォーンってなってる。聞こえてるかわかんないけど。出たー、ついに出たぞ。マジかよ。来るぞこの後、初めて演出見る。うわーすげえ、こんなんなんだ。すごい、実機っていうか動画初めて見たねこれ。すげえ、おお、うわすげえ、音も違う。音もかっこいい。このティリリリリンも音も違ったし、ドーンってなった。ティリリリリン、ドーン、すげえ。こんな感じなんだ。ついに出ましたね。うわすげえ、やった、やりました。やっぱ普通の全然違う、星さんとは格が違うね。あ、音違うわ。だから180連目でアルティメット武器引けたってことだね。でこの後もアルティメット武器出たとしても被りで、交換所でいろんなアイテムと交換できるってことだね。はい、ということで20連目いきます。赤チョコ、うん13、まあいいでしょう。カウントしとこ、20。さあ星5確定だ。あんな感じなんだね、アルティメット武器。ちょっと油断してたわ、どうせ出ねえだろって今回すごく思ってたから。どうせ出ねえだろって思ってたからさ。なるほど。ただどっちにしてもあのスタンプシート2枚目までは行くつもりなんで、一応仮に今回のこの紙引きしたとしてもスタンプシート2枚目までやっていきたい気持ちがあるんで、そこまでは回します。あ、ユーフィーだね、ユーフィーだね、ユーフィーです。これは絶対ユーフィー。スキップするか。うん、これユーフィーだね。よし、あるぞ、モアス。なんかこれさ、見た目がね、なんかモンハンっぽい、すごく。モンハン感がすごい。まあ確かにこれバハムトカッターでさ、モンスターモチーフにしてるからさ、モンハンとやってることは一緒だよね、要するに。まあこれ実際にバハムトの素材を使ってんのかわかんないけど。はい。30連目いきます。1スタンプ運はまあ普通か。131できてる。131、まあ本当にユフィがいっぱい出てくれさえすれば全然いいよ。あ、確定じゃん。マジでスタンプシート2枚目までで貫通できたらマジ神なんだよな。マジでそれ目指していこうぜ。これでユフィのバハムトカッターも出そうぜ。バハカツ、バハカツも出そうぜ。ランキングもやりたいし、あと単純にユフィ使ってみた動画やりたいよね。アタッカーユフィ、アタフィー、アタフィー爆弾。無属性だから、あ、セフィロスか。あ、まあいいか。これあれか。ブルーブランブルの可能性があるのか。ブルブラ。おお、やった。ブルブラだ。ありがとう。ブルブラ助かります。さあ、40連目。スーチョコボ。1,2 繰り返してるね、進み方が。 1,2 か出し方が。さあこれが確定枠だね。これ確定枠なんで、確定枠以外でゲットできるかというところがポイント。
さあ、今回のクラウドくんは弾いてくれるのかな。クラウドキューン、弾け弾け、ウド避け、ウド、クラウド避けろ、アニバクラウド、あー受け止めかよーん。まだね、ジャンピングフィーバーある、ワンチャン。あ、はい、ダメ、星音確定。これ確定枠だからね。むむ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 む、バハムトカッターも1個しかねえ。むむむ、煽りだね、煽りパック、これ後でいいでしょ。はい、50連目いきます。なんかやっぱ1周年ガチャだしさ、なんかバハムートチョコボ出ても良さそうだよね。なんかよくな、演出としてバハムートチョコボが出たらリミットブレイク武器確定とかさ、でも良くない？せっかくバハムートチョコボ追加したんだし。さあどうだ、クラウドキュン、ユフィ自力でまあ3本4本ぐらい引かないといけないから、引け、よっしゃ、弾き9度、ブルーブランブルとバハムトカッター2本ずつ、いでよ22、いでよ22。あれ、これルティアじゃない？これルティアだな。ちょっとルティアとユフィの頭の形がややこしいけど、ナイトジャーかな。ナイジャー、どうだ、全然関係ねえんかい。ただの水ですけど、初期武器でした多分ね。でもこれサーペントイーターまだ貫突してなかったと思うんだよな、多分これで貫突じゃないかな、おそらく。はい、60連目いきます。お、赤蝶4、3、ウェアまで行きましたね。スタンプシート終わりました。60連でスタンプシート終わるのはまあいいね、いい方だと思う。全然いい方だと思う。平均80連ぐらいだと思うから、あとここで星5武器が出るかだね。いいんだよ、バフムートカッターいっぱい出てくれて、ライム氏を助けてくれていいんだよ。助けろライム氏を、助けて、弾け、おお、ナイスナイス、余計うど、余計うどはグッドうど、よっしゃ2本出そうぜ、2本ぐらい出しちゃおうぜ、度肝抜こうぜ。1個、あ、ユフィじゃない、ユフィで多分、ユフィターン。あ、そうだ、今回さ、今回のアップデートでさ、ユフィのね、なんか顔のモデルがね変わったらしいんだけど、違いに気づいた人いる？ユフィガチ勢の人じゃないと分かんないと思うんだけど。やったー、よっしゃ、これで2凸かな、2凸、よし、2凸です。なんか新鮮だよね、このカラーリング、黒と紫のカラーリングのユフィって普通ないじゃん。結構明るめの色が多いキャラだからだいぶ珍しめだよね。はい、ということでスタンプシート一応1枚目が60連で終わって、結構いい感じで、2凸までは来れたので、はい、でここからスタンプシートに3つ入ってる感じだね。70連目いきます。だから少なくともどんなに運悪くてもスタンプシートで3だ5凸で、あと煽りのやつがあるから6、7で、7凸まではもうスタンプシート2までで確定か。
7凸まではいける。あとは自力で3つ引けば貫突だね。いるかな。あ、なんかあれ、これ確定枠か。自力で3つ引ければ相当確率低いぞ。3つ引けるの3つは無謀かな。超運が良ければどうかな。アニバーサリーだし、たまにはライムの運が良くてもいいよね。たまには運良くてもいいと思います。私今月はマジでエバクラと FFRK の動画頑張るから。おーおお、すげえ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 。おっとっと、おっとっと、か違うんかい違ったわ。そういえばこれも入れてたわ、自分で入れてたわこれ。まあすり抜けよりはだいぶマシだけど。やったー、ブルブラだー、やったー。およしよし、突撃ラッパッパ、いいね。ウィッシュリスト3本、いいです。割と運いい方だと思う。さあ80連目、次確定枠か。1、1、はい。だからまあこれ以外何引けるかってとこだね、確定枠以外で。ブルブラー、ブルブラ2本でもいいよ。バハムーツ、バハムーツカッツーか。ブルブラがバハムーツカッツー、バトルランキングの、そういえば私グループ29だったかな、確か2区だった気がするんだよな。バトルランキングのグループ同じ方はよろしくお願いします。誰がいるんだろうね。パッと見 X チラッと タイムライン覗いた感じで同じグループの人いなかったけど。おセフィ、あユフィはあれか、ユフィは確定なんだった。マジでブルブラかもこれ。スキップしよう。あやった、ブルブラ、まさにまさに僕がさっき言った組み合わせできてる、いいぞ。さあ90連目、3、1、スタンプシートまで2まで何連かかんだろうなこれ。爆裂に運悪かったらあと70連だね。爆裂に運悪かったらあとだから160連が最大160連ガチャになるな。これどうだろうね、どうだろう。1212くらいだったらまああと40連とかになるのかな。結局当初言ってた130連ぐらいに落ち着くのかなこれ、多分そんな感じしない。ジャンプフィーバー来い。あ、来た、お珍しい来た、本当に来た、今回運がいいぞ、マジで来た。久々に見たジャンピングフィーバー、猫だ。そろそろ猫がもう貫突じゃないのこれ、多分これ突撃ラッパー、やべ何にしようか考えてなかったな。シリンジレイピーあたりにする。うん、違うんかい違うんかい、ここに来て違うんだ、違うんだ。さあ100連目です、100連目、マイル、うえー、3、星5が1個確定、さらにユフィも確定。えってことは星5が最低2つ確定ってことじゃん。だから3つ目以降が出るかどうかってことじゃん。でもこの場合ってさ、なんか枠損してるよね、この 2つ同時に踏んじゃうとって気がしてんの僕だけ。2枠だってもう確定枠で潰れちゃうわけじゃん、普通の抽選枠なくなるわけじゃん。その分ちょっと損してる感じするんだけど、これだったら
1枚ずつ踏んでった方が多分いいんじゃないかなって気するんだけど、どうなの？確率先生がいたら教えてほしい。うん、確定枠だけ見事に確定枠だけだね。見事に確定枠だけですよ、これ。ただ、両方夕日だから、しましまモーグリングの可能性があるのか。どっちだ？うわお！綺麗に割れてる。綺麗に割れてる。綺麗に割れてます。さあ、110連目だね。いきます。ってことは、まだこれ7突止まりだね。スタンプシート終わっても。自力で引けてない。バハムートカッター。引けてねー。引けてねー。なんならアルティメット武器もう一発出てもいいんだよな。交換所で、刻印石と交換して、ギルドバトル VV をしたい。ちょっとでも星5刻印石って使うの超ためらうよね。怖っ。動画いっぱいゲットできたら動画でやるのも面白いかもしれないけどね。ゴミ引きライムの映像を皆さんにお届けするっていう。あれ、これ確定枠じゃないよね。まだ届いてないよ。終わってないよね。自力か、自力確定演出か。猫ー、これは、さすがに突撃ラッパの予感がする。はい。あー、どっすかな。突撃ラッパが出るのはいいんだけど。ちょっとウィッシュリスト変えようかな。シリンジレイピアに しようかな。シリンジレイピアかな。うん、突撃ラッパ終わったわ。突撃ラッパ終わった。シリンジレピアにしようかな。はい。てか、シャークプランジャー出てねえな、全然。120連目いきます。いやー、バーム、え、お、え、待って、スタン、おい、まだ終わんねえのかい。じらすね。見せるね。エンターテイナーだね。見せるね。まだ僕にガチャ引けと。ちょうど プレミアムチケット終わる感じかな。まだ僕に引かせるんだ。エンターテイナーだね。今のでもう確実に終わったかと思った。さあ、一体君は僕に何を見せてくれるのかな。弾け、避けろ、避けろを弾いた。グッド、グッドウド、グッドウド、グッドウド。さあ、バハムートカッター2本、2本来い。いでよ、2本。セフィロス、ブルブランブルか。ブルブラですか。あ、いいね。いいね。さあ、次、もうほんとラストで、130連目。ガチでラスト。1でも終わり。1回。綺麗に2ページ目を終わらせて終わったね。1回。さあ、これで、バームドカッターが3つ。確定枠除いて3つ出れば貫突。つまり、画面にはバームドカッター4つってことになる。いでよ！いでよ、バームドカッター4つ！これ4つ引いたらさすがに神動画だよね。さすがにこれ神動画になると思う。受け止めんのかい。いや、終わってんな、これ。うわぁ。最悪。マジかよ。これただの確定枠ですね。完全にただの確定枠で終わり。もう、わかってんだよな、これの中身が。ユフィでしょ、どうせ。ユフィでしょっていうか、どうせっていうかユフィなんだよね。そりゃ。はぁ、ということで、まあ、5凸だと思う、ユフィ。一応、ショップに、煽りパックのやつが2つあるから、
これは動画撮り終わった後にでも買いますが、ニュフィの、やつがね、ここに4本並んでれば、だね。どこだ、バハムトカッター。あった。あ、あれ ?5 本並んでる。あれ ?5 本並んでるな。これ、無凸の武器で1本あるから、つまり5凸だよね。5凸で、あ、いいのか、合ってるわ。で、ショップで2つあったから7凸だね。あった、あった、合ってる、合ってる。はい。ということで、ちょっと3凸分は届かなかったけど、まあ、引きとしては結構良かったんじゃないかなって思うので、良かったです。はい。ありがとうございました。で、そうだ。忘れてたけど、アルティメット武器も出たんだったわ。そういえば。よかった。源氏の刀ね。源氏の刀がついに出たんで。やったぜ。これ、まあ、源氏の刀の強化してる様は、あれか。K さんとガチャ回してる動画の時も見せたから、これいらねえか、別に。いらないね。OK。はい。であと、交換所のメダル交換も結構余ったので、交換できるわ。こっちの源氏の刀に使う必要が。なくなったので、やった、アストロインドと交換できるぜ。さらにこちらのコック隕石だね、これらと交換できるの結構でかい。いや、助かった、マジ源氏の刀出てくれて。最悪天井だったからね。はい、まあといったところで、次はねバトランの攻略動画出したいと思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は高評価、チャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。